カラードノイズとはパワースペクトル密度が平坦でないノイズのこと。有色雑音とも色の異なるノイズはその特性も大きく異なる。例えば音響信号であれば人の耳には異なる音色で聞こえ、画像であればテクスチャーが異なるように見える。従ってそれぞれの色のノイズには相応の用途がある。ノイズの色の感覚は音楽の音色の概念に似ているが、 後者は音についてのみ用いられ、スペクトルの非常に詳細な特徴に対応している。もともとホワイトノイズがあったため、カラードノイズの故障が生まれた。ホワイトノイズのパワースペクトルは平坦である。これは白い光が可視光の範囲内で平坦なパワースペクトルとなることから、このように呼ばれた。そこで平坦でないパワースペクトルを示すノイズに、ピンク、レッド、 ブルーといった故障が与えられるようになった。一部のカラードノイズには標準的定義が存在するが定義が定まっていないカラードノイズもある。それらの定義の多くは信号が全周波数成分を持つと仮定しており単位帯域幅あたりのパワースペクトル密度は1、f ベータに比例するので、いずれもべき乗速ノイズの具体例となっている。例えば、 ホワイトノイズのスペクトル密度は平坦だが、ピンクノイズでは、ベータイコール1、ブラウニアンノイズでは、ベータイコール2となっている。様々なノイズモデルが解析に利用されており、それらの多くは常実のべき常速ノイズに分類される。自己回帰ノイズも、そのようなモデルの一つであり、そこから、様々な単純なノイズの具体例を生成できる。フェデラルスタンダード1 3 7テレコミュニケーション。 グロッサリでは、ホワイトノイズ、ピンクノイズ、ブルーノイズ、ブラックノイズを定義している。これらのノイズの色名称は、そのスペクトルを可視光のそれと大まかに対比させて付けられたものである。例えば、ブルーノイズのスペクトルを可視光に当てはめると、青い光になるといった具合である。詳細は、ホワイトノイズを参照ホワイトノイズのスペクトル。平坦なパワースペクトルホワイトノイズは、 平坦な周波数スペクトルを持つ信号であり、白色光からのアナロジーでこのように呼ばれている。言い換えれば、この信号は与えられた、帯域幅の人意の帯域について、仕事率が等しい。例えば音響信号のホワイトノイズでは、40Hz から 60Hz の周波数範囲のパワーは、400Hz から 420Hz までの範囲のパワーに等しい。詳細は、 ピンクノイズを参照ピンクノイズのスペクトル。パワースペクトル密度は 10dB。リケードで効果ピンクノイズ周波数スペクトルは、両体数グラフで表すと、ほぼ直線になり、そのグラフ上の同じ幅の周波数範囲で、パワーが等しくなる。つまり、40から 60Hz の周波数範囲のパワーは、4000から 6000Hz の周波数範囲のパワーと、等しい。 実際人の耳も似たような特性があり、元の周波数がどういう値であれ、周波数が倍になると1オクターブ上がったと感じる。そこで、オクターブあたりのパワーが等しいピンクノイズは、音響工学における基準信号として使われることが多い。スペクトル密度で言えば、ホワイトノイズに対して1オクターブあたり3デシベルの効果を示す。そのため、ピンクノイズを1、F ノイズとも呼ぶ。 スペクトルには低周波数から高周波数まで無限個の対数領域があるので、任意の有限エネルギースペクトルは、どちらの端でもピンクノイズよりエネルギーが低い。べき乗則に従う、スペクトル密度としては、ピンクノイズだけがこの特性を有する。係数 β が大きい場合、高周波数の側で小さくなりすぎ、係数 β が小さい場合、低周波数の側で限界を生じる。 詳細は、ブラウニアンノイズを参照ブラウニアンノイズのスペクトル。ブラウニアンノイズは、周波数が高くなる方向で、パワー密度が1オクターブあたり6デシベル降下し、DC すなわち、周波数が0となるところは含まれない。ブラウンノイズあるいは、レッドノイズとも呼ぶ。一般には、周波数が上がるに従って、パワー密度が低くなる任意のノイズを、このように呼ぶ。 競技のブラウニアンノイズは、ブラウン運動のシミュレーション、または、ホワイトノイズの積分というアルゴリズムで生成できる。この場合の、ブラウンは、色の名前に由来するのではなく、ブラウン運動に由来する。レッドノイズという呼称は、パワースペクトルの形状を示しており、その意味では、ピンクは、レッドとホワイトの中間である。ランダムウォークノイズなどとも呼ばれる。 ブルーノイズのスペクトルアジュールノイズとも呼ばれる。パワー密度は周波数が上がるにつれて1オクターブあたり3デシベル上昇し、周波数の範囲は有限である。コンピュータグラフィックスではもっと緩やかな意味で使われており、最小の低周波数成分があり、エネルギーが集中したスパイクがないノイズを指す。ディザリングによく使われている。網膜細胞は、 ブルーノイズ的なパターンで配置されることにより高い解像度を生んでいる。パープルノイズのスペクトルバイオレットノイズとも呼ばれる。パワー密度は周波数が上がるにつれて1オクターブあたり6デシベル上昇し周波数範囲は有限である。ホワイトノイズを微分したものと等しい。グレーノイズのスペクトル音響心理学的なトーラウドネス曲線に近いパワースペクトルを示すノイズで 周波数範囲は有限である。人が聞いた時に、どの周波数成分も同じ大きさに聞こえる。定義が定まっていない、カラードノイズもあり、通常複数の意味で使われている。レッドノイズ、編集、ブラウニアンノイズと、同義ピンクノイズと、同義グリーンノイズ、編集ホワイトノイズの低周波数部分と、高周波数部分を除去した、中間周波数成分のみのノイズ。 ハーフトーンディザリングで使われる。ブラウニアンノイズを同様に、帯域制限したモノ音境界路試験用の人の、声の帯域をシミュレートしたノイズヨゼフエスウィズニュースキーによれば、自然界のバックグラウンドノイズを指すという。ピンクノイズに近いが、パワースペクトルでは 500Hz 付近に、コブがある。ブラックノイズ、編集サイレントノイズとも呼ばれる。無音1、Fβ2 のもの。 自然災害に関する周波数のモデル化でこの定義が使われている。スペクトルの大部分でパワーレベルがゼロであり、時折スパイクがあるノイズ。例えばファクシミリで送る原稿に黒い領域があるとき、送ったものに無作為に白い点が現れることがあるが、これをブラックノイズと呼ぶ。時間領域で見た場合も無作為にパルスが現れる形となる。国体放射に対応した。 ノイズノイジーホワイト、編集ノイジーホワイトは、電気通信において、次のような意味で使われる用語である。ファクシュミリや、テレビなどのディスプレイシステムで、画像の白い領域に生じる村。また、画像信号で、白い領域に対応する部分に、ノイズが乗っていて、表示してみると黒い点として認識される場合。ノイジーブラック、編集ノイジーブラックは、電気通信において、 次のような意味で使われる用語である。ファクシュミリやテレビなどのディスプレイシステムで画像の黒い領域に生じる村。また、画像信号で黒い領域に対応する部分にノイズが乗っていて表示してみると白い点として認識される場合。この記事にはアメリカ合衆国政府の著作物であるゼネラルサービスアドミニストレーション時の文書本文を含む。 フェデラルスタンダード 1037C サイトウェブテンプレートではアクセスデートイコール引数が必須です。ありがとうございます。